海っていうのは海で育ったものとしては、まあ、人生そのものですし、いろいろいい時もあれば悪い時もあって、まあ、まさしく、まあ、人生の後悔をしていると、こんな思いで、過ごしてきておりますので、あの海とは、切り離さない、生活をしております。江ノ島をはじめ多くの情景にあふれる町藤沢市、そこで生まれ育ち藤沢市長となった鈴木恒夫さんに海の思い出や魅力について聞いてみました。親にね、子供の頃よく海へ連れてきてもらって遊ばせてもらったり、あるいは旅館がね親戚だったもんですから、そこの海の家で、お世話になったりとか、まあ、学生時代も海の家でアルバイトやったりとか、まあ、いろんな海と一緒に育ってきたという感じはありますね。まあ、海はやはりこう雄大であり、また世界がねこうつながっていると、ですからまあ世界は一つなんだよとい こう大きなねイメージがあります。そこにいるんだなという実感もありますし、体験しながら、海とねうまくこう付き合っていくと、こういったことを考えながらできるということが大きな魅力じゃないかなと思っております。藤沢市における海と観光の関係について鈴木市長は、もちろん圏央道ができたりとか、まあ、いろいろなことは、あるんですけれども、ただやはりこうそこには江ノ島という、歴史伝説が、豊富で、まあ、いろんなドラマもあったということが非常にこう興味深く捉えられて来ていただけるんではないかなと思っております。まあ、観光ということで海をねやはりこうきれいにして、いる状態でないとなかなかこう来ていただけないもんですから、まあ、そういった意味で、まあ、多くの方が海をね、きれいにしておもてなしをしていこうと、こういう文化もね非常にこう広がって、そういったことが好循環を生んで、現在1864万人が、まあ来ていただいているということで、ございます。環境問題への取り組みについて感じることは、環境問題我々としても非常にこう興味はありますし、しっかりとやっていかなくてはいけないですけれども、例えば自治体ですと、まあ、川もありますから、川のゴミが海へ流れていくということもあります。また下水道の話もありますけれども、クリーンキャンペーン等をやりますと大体6000人前後ぐらいの方が参加してくれるんですね。まあ、そういった活動を通して美化活動の啓発をですね、行っていかなくてはいけないと思っております。海と日本。